三度の飯より力士、どうも、トマエです。どうも、丸です。お久しぶりです。久しぶりです。結局また3ヶ月ぐらい空いちゃったんですけども、はい、今日はね、愛知県にある春と秋しか立ち入ることのできない秘境に行きたいと思います。あ、こっちですか。すいません。じゃあ、早速行ってきたいと思います。じゃあ、それではゴー。はい、ということで、もうそろそろ本日の目的地に着くんですけど、今日行くのが愛宜トンネルっていうトンネルに向かっております、はい、ここは、まあ、年間本当に2回しか開放されず、それ以外の時は本当にずっと何撮ってるの？乗らんのやね。まあ、なんか普通は電車で行ったりするんだけど、ちょ、僕たちは近くの上皇寺公園っていう公園に車止めて来ました。この愛宜トンネルなんですけど、朝の9時から昼の2時ぐらいまでしか空いてないんで、結構短いスパンでしか行けないんです。だから本当に朝一から行った方が絶対にいいと思います。わかるかな、これ。ごめんなさい、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、今めちゃくちゃ並んでますわ。幕がありますよ。ちょっと見えるかな。見えんな。ちょっと近づきますわ。あ、見えるわ、見える見える。早速中行きます。なんかこんな感じですね。そう、真っ暗なんですけど、このカラフルなライトがあるんで、え、すごいな。はい、ということでちょっと歩いて休憩してます。まだ2個目のトンネルついてないんで、もうちょっと歩くんですけど、なんかいろいろイベントやってるらしいよ、なんかこういう。もう一箇所休憩所があるみたいなので行きたいと思います。2つ目のトンネルに着きました。ん？汽車の音してるの聞こえますか？音すごい。1個目のトンネルとはちょっと一味違って、本当ライトとかないんで、皆さん懐中電灯を持って歩いてます。過ぎた先にちょっと休憩スペースがあるんですけど、ここにね、幸せの鐘っていうのがあるんで、ちょっと鳴らしていきたいと思います。じゃあ1回目鳴らします。で、1つ目が密かに願いを込めて、これで2人の幸せを願いで、3回目が、あ、みんなが迷惑なんでやめてくださいっていうことです。行きますか。じゃあ次行きます。はい、ということで愛宜トンネル群6号か、一番奥まで来ました。ここまで来るとお弁当とかもやってますよ。結構すごいんじゃない？すごくない？木の内弁当とかもあるし、こうやってね、なんかお茶とかも100円で売ってるんで、喉渇いたら結構いいかも。お疲れ様です。You don't see what you have in front of you.
one of you Or maybe I'm not enough for you、うん、So maybe I should go だんだんするんですか、ね、そして桜餅です。おお、なんか入ってる、なんかあんこ、へえー、いいじゃん。よもぎに塩の味ついてるから、うん、なんか絶妙な味わいでしょ。これは結構評価高そうですね。あ、38点ぐらい、めっちゃ低く、うん、え、ちなみに何点満点？38点満点点やないかい。じゃあ食べ終わったんで最後のトンネル行きたいと思います。じゃあ行ってきます。ここは今ね、6号のトンネルの前なんですけど、めっちゃ多く深いんで、ちょっと行ったんですけど、あと真っ暗なんで特に眠れなかったよ。いやー、奥まで行ってないからな。そういうことまだ続きある。結構深かったんで、ちょっとそちら諦めちゃったんですけど、あとめっちゃ真っ暗なんで、ライトがないとちょっと歩くのは難しいかなって思います。はい、ということで会議トンネル、こんな感じなんで、はい、終わってきました。どこが見どころですか。まあ、まずはやっぱり飛んでると紅葉のやっぱ色のなんだろう、コントラストというか組み合わせがすごいいいね。暗い中に紅葉があるみたいな。確かにちょっとボイルくないと分かんないと思うんですけど、本当に春と秋しか入れない秘境になればなるんでね。12月6日までやってるんで、はい、もし機会があったらぜひ行ってみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。